はいどうも、皆さんこんにちは。こんばんは。アウレディチャンネルのアウレディです。今日も動画撮っていきましょう。今日はですね、スプリンターズステークス2022の予想をしていきたいと思います。まずは1着。ナランフレグを1着予想にしてます。春の高松宮県念のチャンピオンです。11時現在で7番人気となってます。これを買わない手はありません。 右回りどうなのと言われてますが、春のオーシャンステークスで構想しているように中山適正もあると思います。自分は中山適正、さらに小倉、そして阪神での成績を今回重視して予想してます。2着予想はシュネルマイスター、昨年の NHK マイルチャンピオン、さらに安田記念でも3着、マイルチャンピオンシップでも2着、えー、今年の春の安田記念でも2着になっています。 すで、えー、に前線ンという印象がついています。まあ、この手の馬はですね、実力はあるんですけど、なかなか G1 が勝ちきれないという印象です。今回も2着になると予想してます。3着は名村クレア、春の大花賞3着、さらにサマースプリントシリーズのチャンピオンとなってます。充実一途でで、す。魚あるる阪神、ささらに小回りが要求される小倉で などで構想しているため、小回りでかつさかなる中山競馬場でも対応できると考え、三着に入れました。え、ちなみに粗子の呪いがかかってます。最終的な予想と馬券は以下の通りです。3連単1点外、1着6番ナランフレグ、2着15番シュネルマイスター、3着9番ナムラクレアとなってます。 今回は動画ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。